こんにちは、海外留学体験談のコーナーです。静岡大学で海外留学を経験されている方にいろいろなお話を伺ってきます。まず学部学科を教えてください。はい、工学部機械工学科3年生の瀬戸孝道と言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。では早速質問をさせていただきます。今回留学のきっかけを教えてください。はい、今回自分は夏季短期留学というプロジェクトでカナダに行かせていただいたんですが、そのカナダに応募したきっかけというのが、以前はアメリカに行ったことはもう個人的にあったので、カナダとアメリカという選択肢があった場合はカナダにしようかなということがあったのと、カナダは、自然が豊かで、ご飯が美味しくて英語が綺麗だということを聞いてまして、そのというのも、英会話教室に通っていたんですが、その英会話の先生がカナダの大学を出てらっしゃるということをずっとエピソードを聞いてましたので、それでカナダにしようという気持ちが強かったのがあります。ありがとうございます。行かれた大学名を教えていただけますか。アルバータ州エドモントンという町にあるアルバータ大学です。アルバータ大学を、選ばれた、ちょっときっかけがあれば、なんか例えばこんなことが魅力的で選んだっていうのがあれば教えてください。実はそのアルバータ大学というのを知ったのが初めてだったのですが、夏季短のプロジェクトの中でアメリカの、オマハにある大学とカナダの、アルバータ大学ということでなったので、これはもうカナダの方に行こうということで決めた次第です。実際カナダに行ってみていかがでしたか。まず最初の印象が英語がとても早かったっていうことですね。聞いた話ですと内陸の方が、より英語が早くなるということがあるらしくて、お店の、レストランとかの店員さんとかは非常に喋る英語が早くて、慣れるまでに 2,3 日かかった覚えがあります。もともと英語は得意だったんですか。そうですね、一応小学校ぐらいの頃から英語スクールに通ってまして、それで英語を喋ることがもともと好きだったっていうのがあります。食事などはいかがでしたか。カナダのご飯はとても美味しかった覚えがあります。アメリカのジャンクフードとは違って、バラエティ豊かですし、バランスも割といい食事が多くてですね、お肉はがっつりあるんですがコーンがあってポテトサラダがあってサラダがあってっていう感じのプレートで食べることが多かったんですが、印象的だったのがサラダにかけるドレッシングがそのクランベリーとかラズベリーとビネガーを混ぜたベリードレッシングというのがあって、すごい甘酸っぱくて美味しくて、すごいご飯はバラエティ豊かで美味しかった覚えがありますね。聞いてるだけで美味しそうですね。それでは今後の夢を教えてください。まだ卒業後の進路は決めはっきりとは決めてはいないのですが、工学部、を出たんですが、英語とか人文系のそういうスキルを活かせる仕事につけたらなとなんとなくですが考えております。では最後にこれから留学を考えている方にメッセージをお願いいたします。はい、留学をしようかなと思っているということは、英語なり海外の文化なりそういったことに興味がある方だと、そういう方が多いと思います。そういう方はぜひ今持っているその気持ちを大切にしてほしいなと思います。やっぱり英語を勉強しなきゃっていうのはやっぱりエネルギーがいることなので、そういう気持ちがあるとその励みになると思いますし、また実際留学に行くと全然違う世界が広がってて、英語しか通じない社会がそこにあって、普段会わない
日本人の人と外国で会うとかそういうこともあると思うので、ぜひ大学のうちに留学の経験というのをしてみるのも素敵な選択肢の一つではないかなと思いますので、ぜひ、考えてみてはどうかなと思います。本日はインタビューありがとうございました。ありがとうございました。今回の海外留学体験談はいかがでしたか？それではまた見てください。